はい、おはようございます。ハスミワインです。今日は2月の8日ですね。気温はマイナス1度です。まあマイナス1度ですけど、昨日よりもはちょっと暖かいかなという感じですけど、まあ寒いですね。基本マイナスは言ってますね。気温は今日はいい天気です。まあ午前中からお昼過ぎぐらいまで学校があって、英語のね教室みたいなのがあって、でその後はちょっとまあ多分電車かなんかで行けると思うんですけど、教会とかがねあるエリアに、エリアがそんな遠くない場所にあるので、まあ、お昼ご飯食べてからそこに行ってみようかなという感じです。外はこんな感じです。今日木曜日ですけど、金曜日明日もまた一日過ごして、で土曜日はホームステイ先を出てホテルに向かってそのまま一泊して、で日曜日にはアメリカのデトロイトに向かいます。で2月末までアメリカで過ごして、で飛行機の往復が日本とパリでしか取れてないので、パリに1回帰ってまあ1日だけですけど過ごして日本に帰ると、一時帰国という流れです。今日はいい天気です。まあまたアメリカの時はね、一休さんみたいな感じで人と一緒に行動を共にするので、こんな感じで喋りながらみたいなのは撮らないと思うんですけど、また動画は撮ってねあげようと思います。ということで、とりあえず今日もとりあえず行ってこようと思います。行ってきます。はい、今学校が終わってお昼ご飯を食べに来ました。ちょっと歩いたところに、ね、モントリオール地下街っていう、まあ地下街って言っても普通に地下にショッピングモールが広がってるっていう感じですけど、ここにね、まあ、フードコートみたいな場所があったんで、今日はここでご飯を食べることにしました。なんか多分台湾っぽいお店のパッドチャイっていう、なんか、まあ、よくわからないのか料理を食べようと思います。今日は特に決めてないんですけど、まあ、ここのね地下街にもお土産屋さんとかが入ってるみたいなので、まあ、軽くみたいなちょっと歩いたりして過ごそうと思います。ということで、とりあえずパッドチャイを食べようと思います。いただきます。はい、今ねご飯が食べ終わった。地下街とかあるんですけど、まあ地下街って、ね、普通の現地の方たちが来るようなショッピングモールですね。普通に帽子屋さんとかメガネ屋さんとかあるし、特に観光向けっていうわけではなさそうですが、お土産屋さんがね一個あるみたいなんで行きたいんですが、どうやって行くのかがちょっとよくわかんない。
ントリオール自体はもう、今日はもう2時なんで、あれで今日と明日ちょっと教会とか行くのは明日にしようかなと思います。じゃあまあ明日と、土曜日かで、とりあえず終わりなんですけどね。もしかしたら大きい公園に歩いて、ちょっと運動がてらで歩いていけるのもいて、ここから出たらそこに行くかもしれません。ちょっとまたうろうろして土産屋さんに入ったらどうかと思います。ちょっと迷いましたけど、やりました。お土産屋さん、まあ、メープルシロップはね、なんか明日お店があるみたいなので、そこでなんか買おうかなと思うんですけど、お土産って言ってもね、あんまりあれもこれもみたいな、そこにこのメープルシロップ買う予定はないんですけど、あんなステッカーだけでモントリアールカナダっていうのもわかるし、ぜひこういうのも買えれば十分。あ、すごい、なんかいろいろあるわ。国のね、ステッカーをちょっとつけて、いつもスーツケースをペタペタ貼ってるんですけど、ただこれだけでクレジットカードが使えるのかっていうね、まあ使えます。ああ、スーツケースタグみたいな言ってますね。まだこれからね、デトロイトとニューヨークを過ごすので、お土産とかはそこでもねまあベンさんと一緒にですけど見れるとは思うので、お菓子とかはね、まあまあ帰りのパリで空港でもね十分時間あるから。あ、そうだ、お菓子、あれだ、ベンツさんかどうか、お菓子も1個買おうか。お菓子というかあるかな、メープルシロップ買える、
まあ、やっぱメープルシロップはね、メープルシロップのお店があるならそこで買った方がいいだろうから、とりあえずここはこのステッカーだけ買っていこうと思います。はい、ということで買い物が終わってね、ちょっと30分ぐらい歩くんですけど、展望台がねあっちの山の方に、まあ、景色が綺麗な場所ですねあるみたいなので、まあ、せっかくモントリオール来たのでね、まあ、冬で今日は晴天だし綺麗だと思うので、まあ、ちょっと山の方にね、まあ、階段で普通に登れるみたいなので、ちょっとそっちに、ね、行ってみようと思います。せっかくなので、まあ、ちょっとまだね、全然あと22分あるので、まあ、ちょっとゆっくり、まあ、まだ2時半なんでゆっくり歩いていこうと思います。綺麗ですね、うん、景色も街並みも。あとまた何かあれば動画撮ろうと思います。はい、はい、今この山道というか、まあ、展望台に向けてね登ってますが、僕は今歩きなんですけど、僕はっていうか、まあ、みんな歩きなんですけど、これ普通は車で行くんかなとか思ってたんですけど、歩道しか、歩道しかないので、みんな歩きですね。おじいちゃんもおばあちゃんもみんな歩きで登ってます。すごいな。今ここカナダですけど、ヨーロッパもそうでしたけど、本当にバリアフリーみたいなのはないですね、こっちの国は。あんまりなんかスロープがあるとかエレベーターがあるとか、もうほぼ見たことない。疲れた。ちょっとあとね5分ぐらいで着くみたいなので、引き続き頑張って登っていこうと思います。ということで、また動画撮ります。疲れた。はいはい、ということで着きました。はい、ちょっと疲れた。あ、でもすごい、モントリオールが一望できて綺麗そう。出ないんかい。これで水飲もうと思った。それで歩いてますけど、あーすごい、めっちゃ滑る。すごいですね、モントリオールの街が一望できます。で、あっちには何か建物が あって、まだ向こうにも道があるって感じですかね。いや、でもまあしんどいけどな、この前でね。あっちは何だろう。
ーヒーショップなんだ。ちょっと休みがてら後で覗いてみようかな。入れるかわかんないけど、開いてんのかな。これどこ開いてないってことでいいかな。おお、いいですね。モントリオールからの山の上からですね、景色はこんな感じです。